バスクラリネットはクラリネットの派生楽器である。この楽器は標準型のクラリネットの大ね倍の長さを持つ。ヘンド調のソプラノクラリネットの倍の大きさに設計されるヘンド調の楽器と胃腸のソプラノクラリネットの倍の大きさを持つ胃腸の楽器があるが、校舎はほとんど用いられない。校舎が全体として半音低い音が出るため、最低音は前者よりも校舎が 半音低い。しかしながら、前者の管を延長して、後者の最低音を出すことができる楽器が製造され、現在では後者のために書かれた楽譜でも、前者の楽器で演奏するのが普通である。なお、歴史的には、波長のソプラノクラリネットの場合の大きさを持つ波長の楽器がある。クラリネットの派生楽器でさらに低い音を出す楽器には、 変ド調のバスクラリネットの1.5倍の長さを持つ、変ド調のいわゆるコントラアルトクラリネット、変ド調のバスクラリネットの約2倍の長さを持つ、変ド調のいわゆるコントラバスクラリネットがあり、吹奏楽やクラリネットアンサンブルにおいて用いられることもある。この楽器の楽譜は一般には、トート記号を用いて書かれる。変ド調の楽器では、 超9度低い音の出る異腸楽器として書かれる。これにより、標準型のクラリネットと楽譜上の指使いが共通となる。時にこの楽器はえ、音記号を使って書かれるが、この場合は、超2度低い音の出る異腸楽器として書かれる。現在使用されている多くの楽器は、まっすぐな艦隊と小さく上を向いた銀色の金属製ベル、曲がった金属製ネックから構成されている。 初期のバスクラリネットはファゴットによく似た形をしていた。サクソフォーンとの類似点も多いが、艦隊が円錐型で作られているサクソフォーンとは違い、バスクラリネットの艦隊は円筒型でできている。楽器の重量は重いため、首にかけるストラップや艦隊に取り付けられたエンドピンで楽器を支える。標準的な B、ソプラノクラリネットの最低音が寄付状のミの音なのに、対し、 多くのバスクラリネットの最低音は身の音である。また、後日の旧来のバスクラリネットのための楽譜を演奏するため、いくつかの機種では最低音がどの音まで出せるようになっている。バスクラリネットはクラリネットアンサンブルなどの小さなアンサンブルでは全体の音を支えるために使われている。普段はチューバのようなベースラインを支える楽器としての役割を与えられているものの、 時として主役も与えられる。豊かで確実に聞こえる低音という特徴を活かし、管弦楽では重要な低音旋律において、チェロやコントラバス等の演奏に重なることで明快さを与えたり、時には自らソロを担当する。吹奏楽では金管低音楽器を補うための存在として、またジャズでは独奏楽器として使用されている。近年では、 ソロ楽器としてのレパートリーも増加しており、独奏やピアノやオーケストラ、その他の合奏形態との競争曲なども作られている。バスクラリネットの起源に関して詳しいことは不明だが、1772年にパリのジーロットによって、あるいは1793年にドレスデンのエイチ・グレンザーによって発明されたとされている。この頃の楽器は形状がファゴットに近く、 運指も現在のものとは異なり、音域も下に広かった。19世紀の前半、ベルギーの管楽器開発者であるアドルフ・サックスによって、現在のようなまっすぐな艦隊で運指がクラリネットと共通のバスクラリネットが開発された。ドイツ語圏では19世紀終わりまで、旧来の楽器が用いられたが、使われなくなった。クラシック音楽で最も有名なバスクラリネットが、 使われれてているるとしてバレエ音楽くるみ割り人形のコンペイトーのせいの踊りが挙げられるこの作品ではバスクラリネットの低い音とチェレスタの輝かしい高い音が対照的に使われている。この楽器を使用する主な曲は他に以下が挙げられる、早々期のジャズでは滅多に使われていなかったバスクラリネットだが、 ジェリー・ロール・モートンと彼のレッド・ホット・ペッパーズによって1926年に録音されたバスクラリネットのソロがサム・デイ・スウィート・ハートで聴くことができる。1930年代後半以降、ハリー・カーネーがデューク・エディントンの編曲による作品を時折バスクラリネットにて演奏した。ジョージ・ガーシュウィンのラプソディ・イン・ブルー、パリのアメリカ人。 ののピアノ競争曲といった一連のシンフォニッククジャズ作品にはバスラプソディン・ブルーの最初のバージョンであるジャズバンド版にも含まれている。ラプソディン・ブルーのオリジナルでは中間部でバスクラリネットのソロがあるが今では編曲してあるものが多くバスクラリネットのソロはないものが多い。最初の著名なバスクラリネット奏者であるエリック・ドルフィーによって 後々の演奏家にも使われることになる多くのボキャブラリーとテクニックが確立された。ドルフィーによって演奏されて以来、バスクラリネットは2番目もしくは3番目の持ち替え、楽器としてデビッド・マレーやジョン・サーマン、ジェームズ・カーターなどのサックス奏者やクラリネット奏者によって使用されている。ボルチモアを拠点に活躍するアメリカ人演奏家兼バンドリーダーのトット・マーカスのように、 ごく少数ながらバスクラリネットを専門にする演奏家も存在する。ベーシストのマーカス・ミラーもアルバムやライブでバスクラリネットを披露している。ベニー・モーピンはマイルス・デイビスのアルバムビッチェズ・ブリューでバスクラリネットを演奏している。また、ボブ・ミンツーもジャコ・パストリアス・バンドなどでバスクラリネットを演奏している。1950年代までクラシックの演奏家には バスクラリネットを専門とする奏者は存在していなかった。バスクラリネット奏者の先駆者として1955年3月23日に初めてバスクラリネットのソロリサイタルを開催したことで知られているチェコ人のヨゼフ・ホラークが挙げられる。これがきっかけとなってバスクラリネットが独奏楽器として認められるようになってきた。バスクラリネットのために書かれた 独奏曲は非常に少なかったため、多くのバスクラリネットの独奏者は当初は、バッハの無伴奏チェロク未曲など、他の楽器のために作曲された楽曲を編曲して演奏していた。ホラークに始まり、ハリー・スパルナーイ、カール・ロスマン、アンリ・ィ・ボクなどの多くの名手が、バスクラリネットのための独奏曲を移植したため、ブライアン・ファーニホーパスカル・デュサパン、フランコ・ドナトにニ、ユルク・フレイなど、 国際的にも有名な作曲家の作品などをはじめとし、現在では数多くの作品が存在している。ありがとうございます。